初めてだから、ね、初めてだから、で久しぶりだから、うん、やっぱり基本的なことを、うん、まず、うん、ちょっとかなり、でも今日そんなに手間かからないよね、お料理ね。そうですね。私、メニューにするんで。あ、ごめんなさい。そうですね。大根すりすりすればいいし、あとは、蒸し、蒸し、はい、茄子を蒸して、かき揚げして、うん、あ、11時ですね。では、まあ、あと30分ぐらいちょっとあのお勉強しますね、うん、なんでそうなんだろうかって思うとね。で、おいおいとフードの話とかはしていきますけれど、どっちを先にしたか、まあ、五行の話がいいよね、先にね。あ、そうよね。そうよね。うん、ですね、その子の今日、赤い先生が、はい。これね、ハンナさんがずっと8年ぐらいあれしてくださって、ハンナさんの中から、このグループ、これ、ね、この本。これハンナって書いてあるでしょ。このハンナの社長です、その人が。でね、彼女はね、8年前ぐらいから出会ったの。出会ったのはもう10年ぐらいになりますね。それでしばらくしてこのシリーズ、本のシリーズを始めたので、はいはい。で2、3年ね、毎月福岡からやってくるのよ、取材に。でね、で毎月私はなんかその自分で考えてメニューを作るわけだからね、うん、でそれでもちょっと疲れたのもあったけど、うん、福岡から来るのは大変やなと思って、まあ、3年ぐらい経った後に福岡にもおられるんじゃないですかって、うん、料理家が、うん、だからね、うん、わざわざこっち来るの大変なんじゃないですかって言ったことがあったの、うん、そしたらね、いや、それだったら私はもうこのシリーズはやめましたと、うん、普通の料理のそういうのがしたいわけではないんですって感じで言って、あ、この人本気なんだなって私は思って、つまりそのおしゃれな料理教室いっぱいあるし、まあ、おしゃれなメニューとか作ることはいっぱいねあったから、うん、だけど、あ、この人と違う本物をなんか模索してこう、なんかなんでそう私にそれ嗅覚があったかどうかがわからないんでそうですね。それがその半田さんなんですけど、これでいきますね。色がついてる方がいいので、それでいきましょうか。それはね、酸、空、寒、辛、寒っていうもんですよ。で、酸っぱい、苦い、甘い。で、辛いね。それと、あとはしょっぱい、寒ですね。その、味があるんですよね。で、その色なんですけど、よくこういう色を食べたらいいっていう人たちがいるけれど、この五行の中でのその色はそういう意味ではないです。防振、肝、青いっていうところにその肝臓って書いてあるでしょ。肝臓、胆のうとか、で確かに胆のうが流れ、胆汁が流れなくなったりしたら黄色くはなるけど、でも漢方的にはですね、肝機能が弱ってきたり、すごく悪くなると青みが出てくるんです、顔に。だから青色になってくるんですよ。なんかそういえばね、私見たことある、パッて横見られた時に黒いんだけどね、青くパッて見えたの。あ、すごいお酒が好きですだった。でね、実際肝臓をちょっと痛めてたと思うんだけど、本当に、あ、青いんだって思った、うん、青色です。で心臓にも次の苦いところね、これが夏なんですけど、これね、夏食べろとかいう自然と体がね欲する、夏、あ、暑いもの、ほら、ゴーヤとかが美味しかったですよね。それとか、まあ、食事ではないけどアイスコーヒーとかビールとかも苦いものが非常に美味しかった。で苦いものが夏はね欲する。で苦いものはその取りすぎなければですよ、コーヒーも取りすぎると一応弱い出てくるけど、ビールも問題があるけれど、苦いものはとりあえずは心臓の薬になるんです。で、心臓を助けてくれると。で、確かに外の方で海辺でこうなん
赤の。外で労働してたりすると顔がね、まあ、ほてってくるもそうだけど、なんかほてりすぎると赤くなってきつそうにね、それで、ああしんどい問題があるんだなって、だからもうそれで早く洋服を脱がしてあげて、あのお水を脱がしてあげて冷やしてあげてってするんだけど、でも苦いものがいいですよっていうこと、うん、で次の黄色はね、これはあの土用、これは一年中っていうのは、その各季節の15日ぐらい前に土用っていうのが来るんです。うなぎの時だけではなくね。で、これを一年中食べて体力をつけるもの。あの胃を良くすると、胃が土、土壌だから私たちの土、体力を作るところだから、胃を元気にするところなんですよ。で、それに肝が入ってる。それはね、甘えって読まないんです。肝なんです。で、甘えって読んでしまうと、あら、お菓子とか、ね、ジュースとか、そういうのがそうなのねって誤解しがち。違います、肝なんです。でその代表はですね、日本の国の中では米です。で米、さつまいも、人参、かぼちゃ、お豆、それとかそれ書いてあるようにきのこ類とか、あのそこに書いてるお野菜で言えば肝に入ってくる。それに夜は食べたらね、内臓が冷えるからおすすめしないですけど、あの各季節に何か自分を喜ばす果物があるよね。でもね、あのくれぐれも食べ過ぎたらダメですよ。まあヨーロッパと比較するのが日本人はすごくあの説得力があるっていうこと。ヨーロッパでもそんな果物を生で食べるっていうのはないからね。だいたいドライにしたりとか、あの煮たりとかして食べてるわけだから、生をすごいこう改良して、品種改良して、日本人はすごい品種改良が上手なんだけど、ふんだんに生を食べたり。一回でもね、中国の奥の北京よりもちょっとあの奥のちょっと寒いところの、あの人がね、あのうちにやってきたの。その頃、まあ、すごいお金持ちになってた中国で、あのもうお姫様みたいな刺繍を着たり、絹の洋服を着て、で5人ぐらいきっと連れてきたの。でその時にその彼女がね、その、私の体を見てほしいと。見てほしいって中国から日本語を学んできたんだから、そのおこがましいと思ったんだけど、どうされたんですかって言ったら、自分はパニック症候群だった。その先生カーってなった。でパニック症候群だけどもなかなか中国で治らない。で、あの何を飲んでるのか、それは私と通訳を通しての会話だから。でその成分を言ってもらった。そしたら日本でいうところの上醤油さんっていうやつで、要するに血の気があったりとかね、そういう時に飲んだりするものが同じカーテンだったりしたりするのにはいい血をきれいでしょ。だけども私は見た時にこの人はそれではないなって思った。どうしてだから左右上半身、左下半身、左上半身、右下半身っていつも言うけど、水毒か血毒かっていうふうに見た時に、まあ、明らかに彼女は水毒だ。それでね、あの聞いたの、あの果物食べますかって、果物食べますかって、うん、そしたらね、今の日本人が言うような顔をして、はい、たくさん食べますって。どうですか、果物の中にはあのとか生野菜とか食べるとビタミン C がとかね、なんか酵素がとかなんとかいろいろ言ってる。酵素が果物に入るってどういうことじゃって、酵素ってもともと発酵食のことだからね、何言ってるんだろうってやっぱ思うの。でもとにかく彼女はそう、中国にもそういう流れで、そうすごいたくさん果物、お金持ちだからね。私ね、その20年前は中国は全然そうではなかった時代だから、うん、で彼女は40半ばだったから、その20年も今かったから、もうその頃彼女は20歳ぐらいだっただろうなって推測する中で、昔もそんなに果物食べてましたかって聞いた。たら昔は食べてない、うん、そうでしょって、あの必要としてなかったはずなんですよ、うん、寒いところ果物、いつも言うように暑い熱帯のところの人たちはすごい果物を食べるんですよ。しかも冷やしすぎては食べないですよ。冷やし、簡単に冷やしたら甘みも美味しさも消えるけど、内臓を冷やしすぎる。だから果物は体を冷やすものです。だからあのリンゴはいいんじゃないのって、リンゴはとこの酸っていうところの平だからね。だけどもですね、それであ
ったら必ず内臓を冷やします。食べるんだったら午前中ですなんですが、だからね、そういう風に、ね、なんかね、これもまた情報なんですよね。足のとこちゃんと見ると、確かに子供が食べると次の日の朝は顔がむくんでるんでしょう。なんで腹巻きは夏でも腹巻きしろっていうぐらいだから、内臓はね温めないといけない。だからだけどね、まあ梅雨が明けたものすごい40度ぐらい暑いような日、近いような日、しっかり子供のはね、おいしいように染みるように、うん、その時にはできたら午前中、まあ、暑いでも夜も食べたいねってなった時には漢方流ね、ちょっとお塩と香辛料がまぶして、ね、食べたりとかするよね。でとにかく体が冷えたなって思った時に食べるものは次の芯です。甘いというところの次ね、辛いというところ、それがですね、今から先寒くなってきて北風が吹き始める、そうすると喉を痛める、喉から気管支、そして肺を痛める季節なので、だからこれから喉を巻いておくことで、まあ、コロナ関係なくマスクをしてたり、それとかあと食べ物としてはですね、芯っていうのを取り入れると体が温まるよ、で肺大腸系が喜ぶよっていう時期なんです。で次の肝ね、これ黒い字で書いてあるのが肝、腎膀胱系なんです。でこのね、腎膀胱の腎っていうのはですね、確かに腎臓もそうなんですけど、この腎は体力があるやなしやというところ、気力があるかないかというところも全部腎で表してます。それからホルモンのバランスも。だから甲状腺、乳がん、卵巣がんとか前立腺とか、それとか遺伝的なものでない場合の糖尿とかですね、そこは認知症みたいなのも実は腎で表しているんです。で、その表し方はそれですので、で、そこに書いてあるのが塩とかね、書いてあるでしょ、味噌とかお醤油とか。でもお塩は絶対食べないっていう人がいたの。ちょっと今は少し塩は見直されてきたけど、かなり、まあ、何年前なんだろう、7、8年前か。おばあさんが相談に来られた。で、おばあさんが相談に来られて、とにかく食事が大事だって幸田さんは言われるけれど、食事って言えばものすごい気をつけたんですよね。で、どう気をつけられてるんですかって言ったら、塩を取ってないんだから。で、お味噌汁はって言ったら、もう水みたいな汁で、しか取ってないっていうのね。で、こんなに体気をつけてても、肝臓はどんどん進んで肝硬変にまでなってきて、で、じゃあ私の食べ物のどこが悪いと思うんですかっていうどう思われますかって、で、そうですね、塩取ってないんですかって、じゃあ甘いものはどうですかって言ったら、目をまんまるくされた。えって甘いもの食べたらいけないって言われたことは一度もないって言って、7年ぐらい前の話だから、今は病院でどう言ってるかわからないの、少しは自分のこと情報が広がってきたから、そういう非常識な医者もいなくなったかもしれないけど、とにかくだからおまんじゅうが大好きで、ご飯の代わりにおまんじゅうとか食べて、とにかく本当の話、甘いもの食べてきたと。そう、ってそして甘いものは大好き、やめてない、ただ塩分は食べないでした。でどうですか、その今度はね、相国のお勉強しますけど、酸っぱいもの肝臓が喜ぶよって書いてある、青いものね、ところに書いてある。だから青春っていう言葉があるんですよ、青い春。だから春で青い色で、ついでに肝臓を。で、それを取りすぎたとする。そうするとね、点々点々って指さしたところどこ行きます？青いというところが点々点々って矢印のところ。黄色いところ指さしてるでしょ？いい。ここね、ほら、うん、黄色いところ指さしてね。それをね、炒めるっていい。だから酸っぱいもの取りすぎると、少々食べるのはいいんだけども、取りすぎると胃を痛めるよって。だったらどうすればいいかって言ったら、酢と蜂蜜とかね、一緒に飲むんだったら蜂蜜入れたりして飲みましょう。
で苦いものを取りすぎるとあの腸を痛めてくる。だから酢の物でゴーヤをするときにはね、生姜を入れたりとかするとね、ちゃんとバランス。でビール飲みすぎてあの弱ったときにはちょっと心配。私ねこれもねものすごい体験して前言ったかもしれないけど、その年のまあ今からも5年ぐらい前、もっと前かもな、もう月日が経つの早いからな、7、8年かもしれないんだけどだけどあのその年の7月がすごく忙しかったんです私。それでも県外にものすごく行ってたので、県外に行くとその呼ばれるとこうしてそのなんていうか夜はウェルカムとかご苦労様で、だからもうほらあの市長さんとか町長さんとかとかやってきてビールとかそのね飲むみたいなすごいですよ。それであの別に弱くはないから私弱ないから飲んでたので、酔って赤くなったりするのがすごく嫌なの私、なんかこうめみしくて、だからね全然弱ない弱ないけど弱くなるのは無じゃないですか自然な。いいえ、あのね絶対息子が言ったの、お母さんは酔わないじゃない、酔いたくないんでしょ。確かにね、あの母とかって飲むとすぐ酔っ払うね、だから酔いたくないの、ね、黙らませるよ。でそれ飲んでたりしてたのよね。そしたらその長野に行ったり静岡に行ったりなんかえらい行ったので、そうしたらねある途中からあの全く もちろんビールも飲めないけど、ご飯全く物が食べれなくなったんですよ。あれ不思議だった。一口も食べたくない。食べれないの。で、寝込みは何もしないんだけど、とにかく口に入ってから食べれない。で、それで8月になりました。8月 の2日ぐらいは私は韓国に行かないといけなかった、その年は。で、それもね、おかしい。韓国でその漢方の話をしてくださいの。それもちょっとおこがましいなってやっぱ思うよ。だって韓国は未だに漢方を使ってるのに、なんで私が韓国でね、私が習いたいぐらいだわって思ってるわけだから、それなのに何話すればいいんだろう。実はこれは昭和58年に日本であの日本人のために渡辺先生が食べ物をここに入れ込んであの作ったものだから、この考え方はないのよ。確かに漢方ゴミはあるよ、漢方薬が入ってるのはあるんだけど、食べ物がこうやって入っているというのはそのいつも言うように昭和58年の渡辺先生のあれだから、確かだからその話をしてほしかったんだけどね、まだはそれでいい、その話を聞きたいって言われた。だけども思ったのはとにかくその食べれないから私一口も、だからね前もってあのすいません私あの韓国での1時間半か2時間は頑張ってお話しますけど、ちょっと体調崩してるのであのウェルカムパーティーとかしなくていいですって、食べれない時はあるけど、であのその観光地案内とかもされなくていいです、私は寝てたいからとにかくそのこれここだけの話にしててくださいって、でもとにかく私今体調悪いのでそうしてくださいって言って韓国に行ったの。そして韓国もねソウルじゃなくてあやぐらい離れた田舎だよ、もっと田舎かも、シーバぐらいのところかも、そのでも年だったんだけどね、なんせその田舎あのソウルではなかった、そしたら言ったところでやっぱりウェルカムパーティーは用意してあったのよ、であのずらーっとねここからもっと向こうぐらいに、まあ、人もでも私の目の前には見たこともないようなキムチ料理がもうずらーっと置いてあるんですよ、そしたらね食べれないとか食べれないの前に好奇心の方が多くて、こんなすごい食べたことも見たこともないような発酵食が置いてあるのに、ね、辛いものをね、キムチ料理が食べないわけにはいかないと思って食べたわけ、一口、そしたらね、この私を止めてたものがパーンって開いたと、そこにいる人で一番食べたと思うんですよ何日も食べてないわけやからさ、そしたら門外で食べた食べた食べた仕掛けなんなんあの体が調子が悪い食べれませんって言ってた人が美味しそうだな思っただろうなと思うけど、本当にかくでキムチの食べ方がものすごく美味しいって言われた。
いやでもね、実感としてあの一口のキムチが、私あの大量のビールはね、私だってあんまり体力があるわけじゃないから、ビール本当に飲んだら痛めてたはずなんだよ、強がってただけだから。そうしたらこの芯でね、バーンって上がったの。だからね、防振量っていうのはね、そういう役割があります。すごいです。キムチもね、また1月に続けてきてるとね、1月はキムチ作りしますから。本格的なね。だからそういう、総国なんですよね。で、次の缶っていうところは、要するに甘いって書いてあるところの缶ですけど、それはですね、腎膀胱系を痛めるんです、取りすぎると。ご飯食べすぎると腎膀胱を痛めるの。ところがね、そうじゃないんですよ。そこの缶っていうところにね、甘いって書いてあるところよ。甘いって書いてあるところには書いてない油も入ります。今日本人はね、5倍から10倍増えたって言われてる。私長野の山の中に行った時にあるおばあちゃんから言われた。昔は油も自分で作ってたから、あの1年に1回お精霊様で突き上げを食べるのが嬉しかったって言われた。お精霊様ってお盆にあの突き上げた野菜の天ぷらの子だよね。それだからね、1年に1回野菜の天ぷらって思ったの。今はどんなですか、ね、すごい油を取りすぎたり、その油も缶なんですよね。それに肉って言ってても、そのお肉もその缶、いい悪いは別ですよ。たまにお出汁で食べる分に全然いいんですけど、何でね、たまに焼肉で楽しむのもいいんですけど、肉もそこの缶でしょ。もちろんお魚も一部はこの人権に入るけど、それにあのパスタにピザに菓子パンにサンドイッチにチョコレートにジュースにアイスにケーキに全部缶なんですよ。でそのもろもろの、その食事以外のもろもろの缶が取りすぎてるの今日本人が。でその結果どこ行くかっていうと、ここ行くんですよ、人間総国。要するにその肝が多いのに、しかもさっき言ったように原因炎っていうことが、あの体にいいっていう風になっているので、ますますもってあの問題があるわけね。だからあのちゃんといりこやら昆布でお出汁を取ったあの肝で腎膀胱系のものも取らないとダメよっていうことですよね。もう一つここで付け加えておきたいのは、その創生ですね、この大きい矢印。大きい矢印は創生期。点々点っていうのは創生ね。矢印は創生です。で、その創生はですね、臓器。だから今あの肝臓がお元気なあなたは、あの次の心臓もお元気ですよって言うんですよ。だけども今あの肝臓が悪いあなたは、その前の腎臓から来てませんかっていうことも、あの矢印が逆だからね、矢印と。で、今言った胃ね、胃を食べ過ぎて悪くすると、今度は次の腸にもなる。だから、その肝を、あの甘いというところの肝を取り過ぎると、その次の心っていうところにあの問題が起きてくるでしょ。で、その心っていうところはですね、肺、大腸、皮膚、鼻って言われているところなんです。これは黒い棒の字のところを、黒いところの表を見ると、それの下の方に書いてないですか。それの下の方に。ね、心っていうところを見ると、肺、大腸、皮膚、鼻ってなってるでしょ。だからね、今ね、これらじゃなくて、コロナ。これだじゃないんだからって私言うの、コロナってのをビクビクしないでとか言って。で、そのコロナ対策もですね、だから腸内環境なんです。つまり腸内環境が悪いと肺にやってくるんですね。あ
アトピーもアレルギー性鼻炎も喘息も全部腸に問題がある人はほとんどです。だから要するにね、そのバランスよくね取っていきましょうねっていうのが工業の考え方なので、まあ、ある程度そこが分かってないとね、これからその考えで回っていくので、でもね大丈夫よ、みんな忘れてるからね。何回やってももう冷蔵庫に入ってるでもね染み込んでいくの、この染み込んでいってるんだよね。そうそう、理屈じゃない、理論じゃないの、染み込んでいくの。じゃあ始めましょうかね、はい、お疲れ様。今日はね久しぶりだったし、まあ、人数は少なかったからね。一応だとこんなに回れないね。今日は私奈良に行ったことがあって、で奈良でそうめん作るところがあるのか、奈良県はそうめんかな、うん、そうめんですね、でそこでそうめんの会社での横でそうめん料理を作って、でその時にすっごい美味しかったと思い出して、非常湯で食べるとを使用、それも そうめんアラカルト、もうお腹すいたもんね。